と語るものコーナーです。このコーナーでは私の波ゆきが大好きな大好きな菅野陽子さんの曲を一曲セレクトしていくコーナーです。そしてこのコーナーの最終目的はいつか菅野陽子さんをゲストに呼ぶことを最終目的としています。はい、ということでね、今日も始めていきたいと思います。まずメール来てます。サウンドカフェ一時代といえばバイ自転車移動かこかりさん、ありがとうございます。カタルーム、早く菅野陽子様をお呼びして夢の印税生活について相談しないとねといただきました。何を言ってるんですか。そういうことを言っちゃいけないですよ。もう菅野陽子様はね、もう神ですから、本当に。いやー、来てほしい。もう私は来てくれればもうそれだけで満足。もうメッセージがいただければそれだけで満足ね。いつかいつかメッセージだけでもくれないかな。いやー、菅野陽子さん会いたいな。はい、ということでね、今日も進めていきたいと思います。ちょっとね、最近ねちょっと多いんですけど、多くてごめんなさい。今日はですね、NHK で流れておりました歌をかけたいと思うんですけれども、これあのみんなの歌の曲だと思うんですけど、菅野陽子さんが、作曲編曲しておりまして、歌が坂本真綾ちゃん、はい、今日もちょっとかけたいと思います。これ知ってる方はまあ知ってると思われます。確かアルバムに入っていたかなと思いますけれども、今日かけるのはね、坂本真綾さんの宇宙飛行士の歌という曲をねかけたいなと思います。なんかあの世界観が私はすごい、なんだろう、こう優しい柔らかい感じがねすごい好きな曲です。それではじゃ早速聴いていただこうと思います。坂本真綾さんで宇宙飛行士の歌。坂本真綾さんで宇宙飛行士の歌お届けしました。いや、癒されますよね。真綾ちゃんの歌すごい好き。でも作曲の菅野陽子さんもっと好き。あの菅野陽子さんのすごいところはやはりあの世界観、なんかこの空気が、空気を作るのがすごいですよねと思います。なんか聞いてて、普通に歌を聴くんじゃなくて、その世界に入り込める感じになるっていうのが、やはりね、菅野陽子様の魅力なのではないかなと思います。もう菅野さんってきっとこういう曲すごい得意な気がする。なんかあの他の曲でも割とこういうような空気感の曲とかあるんですけど、やっぱすごいすごいなって思います。あの聴いてて引き込まれるよね。そこがやはり菅野陽子様の魅力なのかななんて思いました。はい、ということでななみんのカタルーム、今回は坂本真綾さんが歌う宇宙飛行士の歌をかけさせていただきました。12月の29日火曜日は FM 川口サウンドカフェ生放送、4時間のうちの1時間は菅野陽子スペシャルでお届けしたいなと思っておりますので、ぜひお楽しみに。以上、ななみんのカタルーム、菅野陽子様を語るのコーナーでした。